はい、ではよろしくお願いします。私は本を用意してないんですけども、この今日はこの玉萌えという桐野夏生の小説を紹介したいと思います。見えないで、皆さん桐野夏生知ってますかね。で、桐野夏生は結構その現実的な、僕なんていうんですか、また全然違う虚構の世界をすごく描いたような作品が好きなんですけど、それとは全然違うで、かなり リアルなあの人物描画というか、いろんなことをするのがうまい人 で、そういうので結構最近よく読んでるんですけども、本回しましょうか。で、これ一体何かって、どういう話かというと、今日皆さん、若い皆さんにはあまり、興味の持てない話かもしれないですけども、老人の話です。年寄りが、年寄りになって、そこで人間関係がはたと切れたときに、自分は一体何をしてるんだろうと、というふうな話です。で、これに関連して最近 NHK でちょっと違う話をすると、無縁死とかいうと、でも前回もそういう話が出たかもしれないですけども、あのいわゆる人との縁が切れて死んでいくという人が最近ものすごく増えてるらしくて、そういうふうなものを縁が切れて死ぬというのを無縁死というのが増えているそうです。で、私それが、この3月ぐらいに NHK であって、私一人で見てて、一人で号泣してたんですけども、それを見ながら、で、なぜまあ号泣したかというと、まあ、自分のことやなと思ったわけです。それで、それどういう話かというと、いろんな例が出てくるんですけども、会社で一生懸命働いてきたんだけども、ちょっと体を動かしたと、そういうふうなところで、あのそういう経緯があって奥さんと離婚してしまった。で、その後も仕事があるからまた一生懸命働く。で、リタイアした途端に仕事の関係が消えてしまうわけですね。で、そうするとそこには何の自分の周りには縁というのがなくなってしまうわけですね。そうすると自分は何をしたらいいんだろう。で、お金もまあ退職金でしばらくはそこそこあると。だから、いや、何もしなければ何もしなくても済むと。でも、することがないと。で、そこで絶望するというふうなお話なんですけども。で、これはそれとちょっと近い話です。これはあのいわゆるその奥さん側の視点で、あの旦那さんが死んだ時に、旦那さんがちょうど退職して一緒に老後を過ごそうねと思っていた旦那が実はあの浮気していたとか、で、そこでまさに自分のつながっていた旦那との精神的心のつながりみたいなものがはたと切れてしまうわけですね。で、その時に自分は今まですがっていたものがなくなってしまう。で、それに対して自分は愕然とするという話です。で、その後で、まあ、自分の友達のとの関係を新たにもう一度作り直していって、で、自分の、これからどうしていったらいいんだろうという、まあ、自分を見つめるというような話になっていくんですけども、で、その過程で、あの老人固有の問題で、その周りの友達はなんか、いわゆるあの感情の起伏が激しくなったりとか、物忘れがひどくなったりとか、まあ、そういうふうな人たちを相手にしていって、で、そういう人たちとの関係も、年寄り、年を食うというのはやっぱり人との付き合いっていうのがなかなか大変になるんやなと。自分の今まで持ってきているものと、で、相手にもうあの相手のその人のキャラクターっていうのがだんだん年食っていくと、もう増幅みんなされていくんだなと、最近僕はそんな風に思っていて、そういう風な増幅されたキャラクター同士がお互い付き合うっていうのは、まあ大変なことやなと最近思っていますと。で、そういう風なものをこれを読んでいて、なるほどなと思いながら、そしたら自分はそういう風なところで生きていけるんだろうかという風なことを最近感じています。で、まだあと1本残っているで、この話はあともっと踏み込んでいて、自分の息子であるとか子供たちとの付き合いというのもやっていて、普段描かれているような自分の子供とは、ちゃんと心でもつながっているだろうというものを真っ向から否定していて、子供とのいわゆる感情の離れであるとか、心のどうも、こいつにはお金を譲りたくないとか、そういうふうな思いであるとか、そういうふうなかなりリアルなものが描かれてるなと思いました。で、そういうので最近思うのが、ものすごい月並みなんですけども、年食っていくので
やっぱり大事なのが健康と金やな。それさえ両どっちが欠けたとしてもうまいこといかんのやなというのが、これを読んでも思ったし、その無縁史というものを読んでも思いました。まあ、健康と金さえそこそこにありゃなんとかやっていけるんやなというふうなことを今もう心に染みて感じております。以上です。はい、ありがとうございました。